ート行こうと思います。はい、そう、マイマイコートからも全然ぜひフード出してください。絶対可愛いと思います。はい、じゃあ次いきますね。はい、こちらが、フェイクレザーボタンスカートになります。品番が M-3106 です。はい、お色がこちら、私が今履いているのがライトベージュです。はい、そして手に持っているこちらがダークブラウンです。はい、で、こちらがブラックです。はい、でこちらは3色展開になっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、2500円、イエーイ。はい、でこちらは、11月15日日曜日朝10時から発売のアイテムになりまして、11月16日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、ではではこちらポイントをお伝えしようと思います。はい、まずこれフェイクレザーなので、結構最近ちょっとフェイクレザー系のアイテムとか多いんじゃないかなと思ってて、この秋冬すごく人気 のトレンドのアイテムだと思います。で、このボタンなんですが、これは全部フェイクボタンですので飾りボタンになります。開かないです。はい、でもこのちょっと同色系のこのボタンの感じがポイントになって、上を本当にシンプルなリブトップスとかで合わせてあげたりしても、ちょっとこうポイントスカートにポイントがあるので、おしゃれに見えると思います。はい、で、こちらが横サイドジップで、コンシールファスナーここまでありますね。はい、で着脱していただけるタイプになってまして、で後ろがゴムです。ここだけゴム、ここ全面ゴムじゃないんで、ここがもたつきすぎない、ね、だったかな、すいません、ここ全面ゴムじゃないので、ここがね、全面だとここまで全部ボワってなりがちなんですけど、ここだけなのでそんなに結構すっきり、お尻のラインもそこまで拾わず着ていただけると思います。でウエストのサイズ感なんですが、私で結構今余裕があるので、普通に履いててもゴム伸ばさずしても定位置2枚ぐらいいけるんちゃうかなぐらい あって、で伸ばすとこれぐらい、これぐらいまであります。はい、こんな感じです。はい、でポケットとかはないです。ただこう前にこうちょっとパックがしっかり入っているので、形がすごい綺麗に見えるスカートなんじゃないかなと思います。はい、という感じです。裾から足が見えるのかな、かわいい。そうなんです、ここまでなんですよ、実はね。なのでこうちょっと歩いた時とかにちらっと足が見える感じがすごくいいと思います。なのでロングブーツ合わせとかもこれしていただいてもかわいいと思いますよ。はい、腰張りさん難しいかなとあるんですが、私がもうまさに腰張りタイプなんですよ、ウェーブ体型で。はい、なので私結構腰張りでもまだこれちょっとつかめるぐらいの余りはございますので、まだ挑戦しやすいシルエットのスカートかなと思います。はい、パーカーとスカートそのまま欲しい、ぜひぜひ、ありがとうございます。ボタンフェイクです。そうです、フェイクです。フェイクレザー初心者は何のアイテムから挑戦したらいいかな、挑戦しやすい色も教えてほしいです。私個人的な意見としては、このフェイクレザーだったら、黒かブラウンがまず無難に合わせやすいかなと思いました。トップスにちょっと明るい色を持ってきたりしてもいいと思いますし、私とブラウンかな、でもブラウンに黒タイツとか合わせて、でブーツで合わせて、で上をもう本当にこういうシンプルなパーカー合わせだったりとか、あとリブニット合わせでもインしちゃっても可愛いと思いますし、あと言うの忘れてた、これリボンがついてるんです。はい、なのでリボンをウエスト部分に巻いて着用もしていただけます。ベルト通しとかはないので、そのままぐるっと回して締めていただく感じになるんですけど、商品ページの1枚目がそれこそ見えるかな、ちょっと見づらいかもやけど、ここねリボンつけてやってるんですね。なので私次これをちょっとリブニットとかでリボン合わせでちょっとやってこようかなと思ってます。はい、下いきますね。ブラウンかわいいね、ブラウンかわいいですね、私もブラウンすごい好きです。はい、じゃあちょっと違う着方をしてこようと思いますので、
あ、低身長さん動画あります。先にね、見せときますね。低身長さん動画がみーちゃんがね、来てくれて152センチさんです。ちょっと切りますね。はい、大丈夫ですよ。152センチのみーちゃんでも、まあ足首見えそうぐらいの丈感かな。足首ぐらいかな。うん、の感じで着ていただけると思います。はい、もちろん私が着るよりはこうちょっと長さは出ちゃうんですが、でも低身長さんもロング丈で着ていただけるアイテムです。はい、じゃあちょっと着替えてまいります。レザー安っぽく見えないですか？安っぽく見えないかなと私は思うんですが、はい、やっぱリアルレザーに比べるとね、フェイクなので雰囲気はちょっと変わっちゃうんですけど、でもリアルレザーだとお手入れが大変な分、こういうトレンド感のあるものはフェイクでしてもいいと思います。あ、インしてきてみてほしいってあるんですが、私すぐ見て次インして、はい、着ようと思っております。少々お待ちください。ハンガー挟んでるとこ跡つかないですか？あったんですけど、若干つくかもしれないので、あの綿とか、綿っていうかな、なんかスポンジみたいなやつを挟むときはハンガーのとこに挟んで、一緒に挟んだ方がいいと思います。そしたら跡はつかないと思うので、はい、今2点目です。レザー来年も着れますか？着れると思いますけどね、毎年なんやかんやでレザーも出てる気がします。裏地なかったですよね。裏地はないです。うん、あります。嘘です、すいません、あります。膝上ぐらい、あのちょうどこうスリットのところ見えないぐらいの、あの長さの裏地がありますよ。よいしょ、下行きます。すいません。りーちゃん、ゆとりがあったように見えたから、ゆとりがあった方が可愛いかな。いや、そんなゆとりある方が絶対いいとかではないと思うんですけど、でもこれね、あのセミフレアみたいな感じ、そんなにめちゃくちゃタイトっていうわけではないので、結構ゆとりはやや出る方なんではとは思うんですが、どうしようかな。なんかシューズにすごく迷っちゃいますね。ボタン取り外しできるならアレンジも、あ、ボタンはね取り外しできないですよ。ウエストのあのリボンはできるんですけど、私結構リボンなしの方が好きかもしれない個人的な意見としてはですけど、リボンなしの方がいいのでは。少々お待ちください。どうしようかな、まあブッツにしちゃおうかな。それか今年っぽくちょっと旅ブーツにしようかな。素足にレザースカートは冷たさ感じますか？これね、裏はあのこの表の感じじゃなくて、むしろちょっと肝がかってそうな裏地をしているので、あ、裏地は普通の裏地なんですけど、このレザー部分の裏はなんか若干肝っぽいような気がします。ちょっと髪の毛取っちゃった。すいません、お待たせしました。こんな感じです。髪の毛がやばいちょっと待ってください。こんな感じです。はい、いい丈感。なんか私やったブーツでちょっと足首が見えてぐらいの感じなんですけど、リボンがねちょっと短いかな。私ウエストぐるりしたんですけど、
なんでこうリボンした時こんな感じですかね。リボンするとで、あのリボンずれてきそうっていうご意見あったんですけど、これねやっぱレザーなんでちょっとピタッとする感じがするので、こうスルンって落ちたりはあんまりしないと思います。なんか結んじゃうと結構しっかり結べるので大丈夫な気がします。はい、こんな感じです。どうでしょうか。あ、リボン結べないかもって言ったんですけど、私こうねリボンじゃなくて、あの何しろもうちょいここに長さ欲しかったので1個だけこうリボンにするみたいな結び方を今してるんですけど、こんな感じになります。はい、ね、ブラウンも可愛いですよね。スニーカーに赤気になります。じゃあこれでちょっとスニーカーにします。ちょっと待ってくださいね。でリボンなくてももちろん可愛い。これはリボンないとこういう感じですね。こんな感じです。はい、でちょっとスニーカーに合わせてきますね。はい、リボンにしないで2回結んでもいいかな。あ、全然いいと思います。可愛いと思いますよ。2回結びでもスニーカーが何色にしようかな。グレーかな。なんかちょっと大人っぽくだったらグレーが可愛い。旅ブーツ履きやすいですか。これ履きやすいですよ、すごく。旅の靴下とかも今ね普通のお店で売ってるので、それでだったら冬も履けると思います。スニーカー合わせこんな感じです。スニーカーちょっとカジュアルダウンしてもすごく可愛いと思います。今コンバース履いたんですけど、あのもっとこうボリューム感のあるスニーカー合わせとかもあのしてもバランス取れていい感じだと思います。ちょっとだけ水分取っていいですか。ごめんなさい。あ、今から見ます。ゆかりさんありがとうございます。かがむのきついですか。あ、しゃがむのか、すいません。きつくないです。私あのねこのレザーフェイクレザーなんですけど、なんかちょっとだけ柔らかい感じがする。着心地的にちょっとこう伸びる感じがあるので、こういう感じでなのでね大丈夫です。あとやっぱこの裾スリットがあるからか、あのそんなにあのここがもうピターっとしてる感じがなくって、あの足さばきも結構いいので歩きやすいと思います。はい、で先出て裏地なんですけど、これこういうこんな感じ、普通にこうちょっとクシュッとした感じのサラサラ系の裏地があって、でこのレザーの方の裏なんですけど、こっちと同じじゃなくてなんか若干紐がかってる感じになりますね。はい、こんな感じです。はい、洗濯気になります。お洗濯はこれねできないです。すいません、できません。なのでちょっとなんか匂いとか気になるなって方はやっぱ裏向けて、なんか裏だったらこうシュッシュしてもなんか大丈夫な気がするので、裏向けたりとか、あとアイロンも裏からかけていただいた方がいいような気がします。はい、表だとちょっと不安なので、って感じですね。はい、では次